はい、皆様こんにちは、ニュージーです。今日もブルブルブル今日はね、朝から公園に行きまして、そこの公園がね、滑り台めちゃくちゃ大きくて、そこでずっと遊んでましたよね。1時間半ぐらいいましたかね。その後ファミレスのガストに行きまして、ガストのねチーズインハンバーグを食いましたね。ファミレス、少し前にね、ガストさんが異物混入とかあったんですが、それがね今後ないようにね願っております。ガスト、その後ですね、身内が今日誕生日でして、シュークリームをね、税込み180円のやつを3個買いまして、この辺じゃ有名なスイーツ屋さんで、そこが。で、帰ってね、晩飯カレー食った後、まあ、カレーも美味しいんだけど、締めるね、最後、シュークリームをね、いただきまして。うまかったですね。やっぱりね、こう食っていうのはね、皆様大事ですよね。そう思いませんか、皆様。やっぱり食事、うめえもん食った方がなんかやっぱ人生がこう幸せというか、それは感じますよね、やっぱり。今日は日曜日、また明日月曜日です。まあね、私今30代ですけども、まだまだねやりたいことたくさんありまして、こういう動画投稿もそうですけど、なんていうんですかね、人生いろんなことをしてみたいなと思いますよね。だからね、今日もねそういうことを思った日であります。またお会いしましょう。一旦失礼します。